前原市役所前原市は、福岡県西部にあった市。1992年10月1日、福岡県で23番目の市として、市政を施行。幾度の挫折を経て2010年1月1日、隣接する糸島郡に城町、島町と新設が合併し、糸島市となり廃止した。北部はほぼ平坦な平野で、市街地、または水田が広がり、 南部は佐賀県との県境となる、セフリ山地をはじめ山間部である。北西部にあたるカフリ付近ではわずかではあるが海にも面している。河川は二級河川の随売寺川、雷山川などがあるが、いずれも比較的小さな河川である。市内各地から縄文時代の魔性石符や縄文土器が出土している。中国の歴史書である、騎士和人伝によると、弥生時代には、 現在の前原市一帯は、伊都国が境たちと記述されており、市内の史跡平原遺跡の法慶州公墓からは、日本最大の同郷、内閣家門教等の出土品が発掘されている。漁業大学高等学校中学校私立小学校、私立周廃局無周廃局、公共交通機関としては、福岡市営地下鉄に、相互乗り入れをしている JR 築費線が主要な、 役割を果たしている。JR 地区飛線を含め国道2 0人号、西九州自動車道など東西方向の交通網が発達している。博多商工会議所が1943年に制作した20年後の大福岡構想図には、高想山の東側に飛行場が描かれているが、この構想が実現されることはなかった。現在の最寄り空港は福岡空港。 JR 築飛線の利用により乗り換えなしで空港まで行くことができる。所要時間は築前前原駅より45分程度。中心駅は築前前原駅。市役所等の主要な公共施設は同駅周辺に集中している。自動車専用道路一般国道主要地方道、福岡近代絵巻実行委員会。 福岡市政施行120周年記念福岡近代絵巻2009年 P124 ありがとうございます。